ドラマ「大奥シーズン2」幕末編後編、漫画とドラマを比べてみた。ということで今回取り上げるのは「大奥シーズン2」幕末編の後編です。2023年秋ドラマ「大奥」は12月12日に最終回を迎え、1月放送のシーズン1と合わせると全21話を通して徳川家光の時代から大政奉還までが描かれました。その中でシーズン2の9話から11話の3話が幕末編後編にあたりますので、その最後の3話部分のストーリーを原作漫画と比べてみたいと思います。2023年に放送されたドラマ大奥は吉永文先生の漫画大奥を原作とし、1月から放送されたシーズン1では3代将軍家光から9代将軍家重まで、そして10月から放送のシーズン2では10代将軍家治から15代将軍慶喜までを描き、大奥の始まりから終わりまで全てが描かれました。もちろんこの大奥は男女が逆転したパラレルワールドのお話なので、私たちが日本史で習うものとは違っていますが、男女が逆転した世界以外の出来事はほぼ歴史通りで、日本史の勉強にもなる漫画ドラマでもありました。その中でシーズン2の9話から最終回の11話、シーズン1からの通算だと19話から21話の3話が幕末編後編となっていて、14代将軍家茂を中心に物語が進み、最終回ではついに江戸幕府が終焉を迎えます。この幕末編後編は原作漫画だと16巻から最終巻の19巻までのお話になっていて、ドラマ3話で漫画4巻分の物語を描くことになるので、ドラマはかなりテンポが速いストーリー展開になっていました。で、江戸時代の終わりは日本史的に見てもいろんな出来事が一気に起こった時代でもあって、原作漫画にはその歴史的事件や出来事がかなり書かれていて、その実際の出来事と同時にパラレルワールドの男女逆転した大奥のお話が進んでいきます。その事実とフィクションの部分の交わりが漫画大奥の面白さの一つでもあるんですが、ただドラマでその部分を描こうとするとそれこそ大河ドラマ並みになってしまって、3話で描くことは到底無理なので、歴史的な出来事に関してはドラマの中ではかなり簡潔になっていました。これについては原作漫画のファンでもある脚本家の森下陽子さん自身もかなり葛藤したそうで、原作をそのまま描きたいという思いはあったそうですが、これはあくまで大奥という物語であって幕末の政治家たちの物語ではないと自分に言い聞かせながらストーリーを作っていったそうです。で、この幕末編後編のストーリーは基本的に原作通りなんですが、いくつかドラマ用にアレンジされている場面がありました。その一つが14代将軍徳川家茂と和宮の関係で、二人が絆を深めていく出来事は漫画と同じなんですが、セリフを少し変えることでお互いが友情を超えて人として惹かれ合っていく、その様子が描かれていたような気がします。中でも10話で倒れてしまった家茂が最後に口にした宮様に会いたい、大奥に帰りたいというセリフは実は漫画では少し違っていて、家茂は宮様に会いたいと言った後に天璋院様、滝山に会いたいとも言っているんですが、それをドラマではカットして宮様だけにしていました。また大奥に帰りたいというセリフも漫画では江戸城に帰りたいとなっていましたが、それを大奥に帰りたいと変えていて、ちょっとした変更ですが、この変更があったからこそ和宮に対する家茂の思いがより一層強く伝わってきましたし、二人の友情と愛情がクローズアップされていたような気がします。さらにそれに応えるように大奥で打ち掛けを受け取る和宮のシーンもドラマは漫画と少し違う展開になっていて、このシーンでも二人の思いがより強くはっきりと視聴者に伝わるようになっていました。なので原作漫画にドラマオリジナルのエッセンスを少し加えたのが大奥幕末編後編でしたが、一つだけ原作漫画とドラマで大きく違う展開が用意されていて、それはシーズン1からドラマを見続けてきたファンへのサプライズにもなっていました。その漫画とドラマの違いは何かというと、ドラマ最終話の滝山がお鈴廊下で過去の将軍たちを思い出すというシーンで、この場面には吉宗や綱吉など歴代の将軍たちの姿が出てきましたが、ここまでは原作漫画と同じです。
ただその後に用意されていた有功が家光にできたばかりのお鈴廊下を説明するシーンはドラマオリジナルで、これがファンへのサプライズになっていました。このサプライズシーンは有功が家光にお鈴廊下の役割を説明し、それを聞いた家光がお鈴廊下を歩くというシーンでしたが、これはシーズン2のために改めて追加で撮影されたそうです。で、これを知った時に一つ思い出したことがあって、私はシーズン1のファンミーティングに参加させていただいたんですが、その時にお鈴廊下を歩く時はどんな気持ちですかという質問に対して、家光役の堀田真由さんだけはお鈴廊下を歩くシーンが残念ながらなかったと答えていました。なのでその堀田さんの話を聞いたスタッフが、大奥の始まりでもある家光を演じた彼女のために、この家光と有功がお鈴廊下を歩くシーンを足したんじゃないかなと思わず考えてしまうほど、シーズン1から見続けているファンにとっては嬉しい最終回のサプライズでもありました。で、この大奥という漫画はあくまでフィクションのお話なんですが、ドラマを見ることで実は本当にあったんじゃないかなと感じてしまうようにもなっていて、大奥の最後の展開が本当のことで、私たちが勉強した歴史はもしかしたら捏造されたものかもしれないと思ってしまう、実はリアリティのある物語でもありました。だからこそ大奥という作品を今あえてドラマ化したんだと思いますし、赤面疱瘡というのがコロナと重なるだけではない、いろんな現代とのつながりも込められていて、その一つが男女が逆転することで見えてくるジェンダー問題ですし、世の中を良くするために自ら犠牲になった人たちの行動もそうですし、さらに徳川の時代を守ろうとするために血のつながりに固執した恐ろしい世界など、江戸時代のお話ではあるんですが、どの将軍の物語も現代と通じる共通点を必ず感じることができるのがドラマ大奥という作品でした。ということで今回は大奥シーズン2幕末編後編を取り上げました。吉永文先生の漫画大奥を原作にしたドラマ大奥は2シーズンにわたって描かれましたが、時間の制限上省かれてしまった将軍や出来事がいくつもあります。そこは原作漫画を読むことで補えますので、ドラマだけではなくぜひ漫画も読んで男女逆転の大奥の世界を知っていただきたいですし、また歴史の勉強にもなりますので、ぜひ漫画とドラマ両方合わせてその世界を堪能してみてください。ということで今回はドラマ大奥についてのお話でした。